れずよ Guilty Gear 先方はエンスレイヤーですね。はい、やはりまだちょっと年季が浅いですが、少しずつでも強くなってる感は見てて思いますね。この高さんの試合を見てエンさんが勉強してるのを見るとすごい違和感がね、やばいよね。本当高さんのクロスワイズはすごいってエンさんが褒めるんですよ。いや世も末ですよ本当さあそのエンスレイヤー対して敵ながらあっぱれ、はい、シャロンさんのガムレーザーですね。下段これバスト、エスケンアンプレ触ってマッパジャブラーからしっかりかかんテーダディダウロは届かない、マッパジャブラーうまい打て切り捨てだったが、それに対応する2Sの剣ですね。クイナゲなんだ、クイナゲやばいよ、ね、コンボミスったが裏回ってキー当たる、アンプレなんとか間に合って足払いレイト吸血ファイルはゲージ吐かない、センター当てバーストはダウロの後にガードしてしまって、あれね、ダウロ多分ね、ミドルダウロだとガードが間に合って、普通のダウロだとガードが間に合わないと思うんだよね。ファイルどうして直後確認から攻めていく、ハイジャンプに逃げて位置を入れ替える、マシエス剣からのトランシー中段ガード、中段テイダ通して勝ってなシャロンラムレゾル、あなたではまだ届かない心の力は人と変わらない。 B バンダイはまだできないか。さあって残りはベノムとモチョ、向こうどうすんだろうね。押田さんどこ出てんだ本当。まあさすがにラムレザルは避ける。さあ時報ヒーのベナム、ベノムラム、まあこれもラム有利なんだろうけど、ジャンディから引っかかってるがジャンディ戦わず、ジャンディ怪しいクタイプテーダーは入らないがフォローしていく、これたまらず回そう、 SKS 入り、投げている中野、コマ投げ D ケース D ケース D BBB からの S ハイ中野投げて前パンでバスト、トランシーゲージもない何もない、死にかくまであるな。テーダは見てから食い投げ、まずは前ハイ裏回ってしまうが攻めを継続している、ジャンディこれダメージ結構痛い、着地を投げてコンボ見せてしまうが、ダブルヘッドロボキャンケース ID マイハイ QV は QV マイピーマイハイ、ジャイアンス通してこれで 1-1、
Turn up the heat. 速攻剣離していく。剣サイドで逃げて、剣設置に対してカウンター。瞬間移動に対してジャンピー置いといて引っ掛けて、マイケー中段ガード、ジャンリー。しかし剣が当たったさらね、コンボはできない。投げていく、カガス、手だから前ハイ、前ハイはまだしない、ここで前ハイ、端まで運んで、デッタメの警戒、じゃあアンディ、カウンター、受け身取れんぞ、最終の当たらないところを投げて、デッタメのガード、たまらず回すと、塩戻って、金エスからトランシ、ジャンディから、気まずい状況。エンスティンが投げていって、スティンがダブルヘッド、状況重視。キンバーから投げてんのはラブレザル、ここ投げ飛んで、さあ耐えきれるか、エンエサバレデーダピー通して、これは削れたか、ダメージを食らって勝っているのはシャロン・ラムレザル。いや今削りじゃないな、多分当たったと思います。はい、いや削れる量の体力ではなかった気がするんだけど、うん。さあ追い込まれた大将 FAB ポチョムキン、赤いハイサラケン、メガフィスト、コンボミスって勝ち盤で半額取ったが、その後は何もなさそうだな。あれどうして名前し張り付きはしない。裏回ってしまって、これは怖い状況。ヒートだが捕まえれず逃げていく、果たしてインバスト、ジャンハイ、ジャンピーで位置を入れ替えて、ここでトランシー、前ジャンプで位置入れ替えたが、デッタメル警戒してるが、キキャンから投げている、ダウルは決まって、先にリーチはシャロン・ラブレザル。じゃあはい、ジャイアンス追いかけていく、デコピン、ジャンディ引っ掛けて、ジャンピー打っていく。この少しずつのダメージがこの組み合わせで結構大事だと思います。ジャンディしっかりガードを読んでいる、キー半額取って、博多落としじゃなくてダウルで中央戻ってしまう、これはまだ美味しい。ジャンピー逃げ、捕まえたが、前手は位置が入れ替わってしまい、ここでバスト、トランシー食らってしまって、ジャンピーまでポチョバスも使って、じゃあタッチピーが空中ヒットを勝ってるな、シャロン・ラムレザル。何も起きない。3試合だね、はい、ストレート。じゃあお医者さんチームは、じゃあ B 筐体かな。
P 筐体でじゃあおしゃさんのチームと、サミットあと どうしようかなこれこれ A 筐体でやる？まあせっかくの円数だから A 番台で負けトーナメントやってもいいんじゃないかな。